本日のテーマはいよいよ始まりました2023年の出来事を800年サイクルと180年サイクルで大予言、大予測、未来予想、未来予測するというテーマでお送りさせていただきたいと思います。さて、このですね、今年を予測するというテーマですね、3年目になります。2023年未来予測、いよいよ本日から始まります。まず最初に一番長いサイクル800年180年による2023年の予測から入ってまいります。こちらについてはですね、いずれ詳しくですね、未来予測講座でやる予定でございます。ぜひですね、かなりちょっと後になるかもしれませんが、ぜひご参考にしていただければと思います。今回はですね、抜粋でやらさせていただきたいと思います。800年サイクル、2021年プラスマイナス6年、欧州派右派既得権益の逆襲、菅政権誕生、連合の自民党支持、新しい資本主義、ロシア中国の台頭、800年、2022年、岸田実質政権、実質指導開始、精神の時代へのスタート、800年、2025年から2023年、新貴族文化、精神的文化政治への模索が始まります。それ180年、2027年プラスマイナス4年、金融恐慌によって今までの経済システムが大崩壊します。で、それで180年サイクルから2027年、アメリカは国家破産、中国は中華人民共和国がなくなり分裂してしまいます。それで2027年4月、ウクライナ戦争にアメリカは負けるということになります。800年180年サイクルにこちらの2つの動画の説を加味して皆様にお伝えしたいと思います。まず日本で革命が起こる時ということですね。2022年のですね、未来予測ということで、2024年に日本で革命が起こるという中野博さんの予測を受けて、私が予想する地震のサイクル、昭和のサイクルの類似性から2022年から2025年の激動の日本を読むということでやらさせていただいた動画がですね、かつて2021年の12月28日にアップロードしております。皇后雅子さんについては動画で、またこの別な動画なんですけれどもね、流させていただいております。今年2021年を800年サイクルはこう読む。既得権益の逆襲に苦しむ年になる。しかしここで5年以内にこの窮状を救う最有力候補は小和田雅子だ。なぜか動画で見てくださいということで、この2つの動画の説、情報も加味してこれから考えていきたいと思います。この説を問えばですね、2024年から2025年まで、一応2025年としますが、日本は革命状態になり、そこから既得権益が敗北とするというシナリオが描けることになります。武士を中心とした、安倍さんがその最後取りを取ったんですが、その安倍さんなんかを、安倍さんなんかの既得権益を打破する、革命が起こっていくということになります。さらにですね、今2023年でしょうか、今の時点ですと2022年の、冬になりますから、次が2023年ということなんですが、このあたりからですね、2024年または5年まで裏切りの歴史が続く、政治が続くことになります。裏切りの時代を終わりにする一つの流れとして、女性のリーダーが表に出てきて混乱した世を治め、新しい800年、1800年間続く時代の流れを作る女性の強いリーダーであり、
それが過去においてですね、天照大御神、北条政子が一例でありま、あるんですが、今回もですね、この800年サイクルの終わりに同じようなリーダーが出てくることが予想されております。まあこの説を加味するとですね、800年サイクルにおける裏切りの歴史を出す女性のリーダーとして昨年高市早苗氏とですね、皇后雅子さんを取り上げました。しかし昨年女性のリーダーとして出てきた高市氏、まあ政治的な位置はまあ中間的ポジションだったんですが、統一問題でまあ早くもミスをつけてしまいました。まあもう実質候補から外れましたね。じゃあ他に回して与野党でですね、今ですね、彼女に続くような、またこれを超えるようなレベルの女性政治家おりません。あとですね、まあ民間人あたりから、あとですね、しかしですね、高市早苗氏がを始め政治家が消えた分、皇后雅子さんが表に出てくる可能性が高くなってきていると思います。ただですね、可能性は少ないですが、日本人には1億、その半分で5000万人の女性がおります。その民間という女性の民間人から、まあジャンヌ・ダークがですね、出てくる可能性、またはその北条政子や、カリスマのある天照大御神が出る可能性はゼロではないと思います。ただ可能性としては少ないと思いますけどね。この件についてですね、和田雅子さんが、公務に復帰したことを確認する記事が出てまいりました。和田雅子、ついに地方公務か再開、迫る異動解禁で懸念される責任感の弊害。和田さんっていうと、まあ、引きこもりの和田さんといって、なかなか公務表に出てこなかったっていうのが通例でしたが、いよいよ、がぜんと出てくることで、いよいよ、天照大御神のですね、おこもりからですね、出てきたかなという印象があります。この記事にもあるように、引きこもりの皇后から積極的に公務をこなす皇后としての雅子さんになりつつある。 さらにですね、この800年サイクルというものがですね、いずれ彼女がですね、政治の主役になる予兆、ことを示す予兆になると思いますね。このことがですね、予兆になっていく可能性が高いと思います。これがまあ2024年ないし2025年になるが、この流れが2023年から始まるのではないかと考えております。もしですね、2024年、2025年革命説がダメならば、2025年からの模索により、徐々に精神性の高い、政治政権が出てきましてですね、その完成が2023年になると見て、2032年になると見てます。裏切りの歴史に我々は耐えていかなければならない。今年も厳しい年であり、ご近所、会社、経済界、政治家、全部油断ならない年。これが2023年だと思っております。2025年革命説がもしダメならば、2022年からの模索により、徐々に精神性の高い政治政権ができ、その完成は2032年と見ています。ここでも最後にですね、皇后雅子が活躍すると私は思っております。革命に向かって矛盾がたくさん出る年、最後の極めつけがたくさん出る年です。心してやっていきましょう。ということで、ご清聴ありがとうございました。終わらせていただきます。